あれはね、暑い暑い夜でした。いやね、近所のね、人たちが噂してたんですよ。怖い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 ってね、噂してたんですよ。そのお家にはね、お菊の人形があってね。ああ、怖い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 。お菊の人形があって、怖い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 。そのお人形がね、夜になるとね、動き出すんですよ。カタカタカタって。カタカタカタ。それはまあね、怖くてね。ちょうどね、3時ぐらいですか。夜中の3時ぐらいにね、カタ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 って動くんですよ。怖いな、怖いなってね。あ、お茶もかれよと、よし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 。ってね。ひなのみは怖いな怖いなっていうのを、いやね、ここ怖いのに、これここすごいね、これね、あれ大きいね、あたくお茶ね、すごいお茶ありがとうね、おにね、お茶の中にね、こうやって入れちゃってね、食べちゃうんですよ、こうやってあーってね、こうあーって入れちゃってね、こうやってね。え、来てますこれ、本当に。あ、本当だ。あ、来た来た。わし、あ、冷たー。ほら、冷たー。これは、あー、怖い。あ、ごめんなさい、すいません。あー、楽しかった。今日もまたいい人たちに出会ったわね。なにこれ、ドラえもん。これも、これはなんだ。ほら、ドラえもんじゃん。ずいぶんとちっちゃいドラえもん。あ、こっちパーマンじゃん、ほら。パーマン。パーマン、パーマン、パーマン。僕のところへってね。あ、そうだ。拙者忍者服部ただいま参上っつってね。知らない。山を越え谷を越え僕らの町へやってきた服部くんがやってきたってね。シネマ柄のツインキーのミニスカート真似してトンポンって言われてるけど、I wanna get you by the passion。 この体に似合ったファッション。 I be loving all my feelings。 ちょっと待って、これこっちでいいのかな、真面目に。もうマジ最悪、こんな格好でちょっと。いやー、ハワイアンズじゃないんだからさ。もうお腹すいたし、またずれ、やだー。渡っていいのかな。もうかなり遠い駅まで。ちょっと素敵よ。ありがとう。何、仲間なんだ。これがクリームチーズ明太子で、高菜、シーチキンマヨネーズ、ツナマヨ。これがなんだ、鮭、いなり。これなんだろう、昆布か。昆布とこれなんだろうね、おかか。そぼろだ。いただきまーす。ちょっとこのクリームチーズ、これが気になるよね、クリームチーズ明太ね。この七万のお茶と一緒に食べましょう。どんな味だ、クリームチーズだよ。ご飯に合うのかな。ご飯めっちゃ硬。
ためのご飯なんだね。いや普通に明太子だね。明太子の上にクリームチーズが乗っかってる感じ。わかります。いや、おにぎり屋さんのおにぎりってこんな硬いんだね、びっくり。そうそう、あれ結構握ってある感じ。機械じゃなくて多分手で握ったのかな、これ。断面こんな感じで、お米も結構パラバラバラって感じるよね、食べた時に。バラバラって。いや、美味しいよ、美味しい。ああ、私が想像してたのコンビニのおにぎりだからさ。コンビニのおにぎり。あんまり外でおにぎり買ったことない、コンビニ以外でね。美味しい美味しい、普通に。これは確か140円とかじゃなかった？だいたい140円、こういう、なんつうの、具物は。ちょっと次、ちょっといなり行ってみようかな、いなり。いなり寿司。私って結構好きなんだけどね。うん？紅生姜入り中に。うわ。紅生姜が入ってる。これはいいっすね。確かにいなり寿司食べてると紅生姜食べたくなるもんね。なんか必ずついてるイメージ。相性がいいんだよね、すごいね。うん。俺もうまいっすね。うん。じゃあお次。やっぱ王道のツナマヨ攻めてく？王道のツナマヨネーズ。こうやってこうやって割ってあげた方がいいかね。でも具少ねえな、この割合よ。意外と具少ないよ、ね、コンビニの方はいっぱい入ってんね。まあ、ツナは高いからね。ツナはお高めだから。いただきます。いや、具で言えばツナが一番高いんじゃないんだって。こんな缶詰で300円ぐらいするじゃん、ちっ1個。うん、おいしい。海苔はね、しっとり系だね。パリパリじゃなくてしっとり。もうほんと手作りおにぎりって感じ。あ、でも、すじこといくらと同じくらいツナ高いんじゃないの、缶詰だと。どうなんだろう。うん。味付けも和風の味付けでいいね。だしが入ってた。でも、おにぎり安いけど、やっぱ中身は少ないじゃん。めっちゃ入ってないじゃん、他のおにぎりみたいに。シャケとか結構さ、いっぱい入ってるでしょ、中身。うまい。やっぱみんなピザを求めてんだよ、ほら。やだ、私釣り竿を落としてきたかも。やだー、あれ1000いくらしたら2000円後、せっかくおじさんが巻いてくれたのに。もったいないね。で、何食べるの？いやー、ちょっともういいかな。なんかもう気持ち的に食べたくないって感じ、今ので。泣いちゃった、食欲が。
わざとだろってわざと釣り竿を落としてくる人なんていないし。やっぱ夜と朝にしよう、2回に分けよう。今日はちょっとピザは冷凍するわ。ちょ3個以上食べ過ぎだよこれ。また我慢我慢。